元雨上がり決死隊の宮迫博之さんが闇営業の発覚によって芸能界を退いてから5年、2024年5月28日宮迫さんは自身の YouTube チャンネルで地上波番組への復帰が決定したとして、その舞台裏の動画を公開しました。しかしそのわずか2日後の30日、該当番組の担当局である千葉テレビが公式サイトで宮迫さんの出演した番組を放送しないことを発表。宮迫さんのテレビ復帰は白紙となってしまうのでした。自身の YouTube チャンネルに投稿した動画などで過去にテレビ復帰への未練を語っていた宮迫さん。そんな中で闇営業の発覚でテレビの世界から離れて5年目を迎えた宮迫さんにチャンスが訪れます。2024年5月28日自身の YouTube チャンネルに動画を投稿。そこで千葉テレビで放送される匠の教室の6月3日に放送される回に出演することを明らかにし、その打ち合わせや収録の様子などを公開。匠の教室という番組はタレントや俳優や声優などのプロを志す人に、様々な分野のプロフェッショナルが思いを語るというもの。過去には投資トラブルで活動を自粛した TKO の木本武宏さんも登場し、投資トラブルについて語っていました。しかし同月30日千葉テレビは公式サイトにて宮迫さんが出演した回を放送しないと発表。同局の説明によると、外部の制作会社が制作する番組については番組の内容や出演者などを事前に通告してもらい、局内で協議した上で制作することになっているといいます。しかし今回の番組についてはそのような通告もなく、外部の制作会社によって制作されたもので当番組の放送の予定はないとしました。翌31日、宮迫さんは自身の YouTube チャンネルを更新し、今回のテレビ出演が消滅したことを報告。この動画ではお蔵入りとなった番組の担当プロデューサーであるタレントボックス社の高島礼央さんを呼び事情を説明。高島さんは宮迫さんのファンであり、宮迫さんの話題性の高さで番組の宣伝になるのではという打算もあり、自分の意向で宮迫さんに今回のオファーを打診したと話しました。事前の打ち合わせなどを経て4月23日に番組を収録。5月13日にはコンプライアンスチェックの会社に VTR を納品し、22日に千葉テレビに納品が完了したと説明しました。急転直下で白紙になった宮迫さんのテレビ復帰。千葉テレビは放送を取りやめた要因について、2024年6月9日時点で詳細には明らかにしていません。千葉テレビといえば、不倫報道で活動を自粛していたアンジャッシュの渡部健さんのテレビ復帰を放送したことでも話題になりました。渡部さんも何度かテレビ出演の話題が出ては立ち消えていましたが、不倫発覚から2年後には復帰を果たしています。5年経っても宮迫さんが許されないのはなぜなのでしょうか。ある民放キー局の局員は、両者の間には決定的な違いがあると言います。不倫が原因の渡部さんに対し、宮迫さんは反社会的組織が関わる闇営業という問題だったと語る同局員。さらに渡部さんは記者会見を開き、テレビからも消えて文字通りどん底まで落ちました。一方の宮迫さんも謝罪こそしましたが、途中から吉本興業からの圧力の話を持ち出し、自分も被害者だと言わんばかりの態度だったと同局員は指摘。当時の会見は問題の焦点がぼやけてしまったため、宮迫さんがどこまで真摯に反省しているのかが見えづらい会見だったと、その民放キー局の局員は語ります。そしてその後の対応でも、宮迫さんと渡部さんでは明暗が分かれました。渡部さんは一切の活動を自粛して表舞台から姿を消しましたが、宮迫さんは吉本興業から契約解除された半年後に YouTube での活動を開始。騒動に巻き込まれた後輩芸人たちが再出発に苦戦している中での YouTuber への転身には誠意が見えないという評価が下される結果となってしまいます。また同じく闇営業問題で吉本をクビになった空手家の入江慎也さんも、2024年4月フジテレビの深夜番組で5年ぶりとなる地上波への復帰を果たしました。この入江さんと宮迫さんにも、やはり責任を果たしたか否かで決定的な差が生じています。闇営業のオファーは入江さんに持ち込まれたものだったため、入江さんは吉本興業から解雇されるほか、騒動の元凶として激しいバッシングをされるなど社会的な制裁を受けました。その責任を痛感した入江さんは騒動後、芸能界から身を引き、ハウスクリーニング会社を立ち上げます。そうした入江さんに比べ、契約解除後もテレビ復帰への思いを隠そうとしない宮迫さんにモヤモヤを感じるといった声は現在も消えていないようです。また、世間から辛口の意見が飛び出る背景には、
宮迫さんの言動も影響しているといいます。最近は霜降り明星の粗品さんとのバトルが注目を浴びましたが、その際の宮迫さんの言動が過去にすがる老害のようだと一部で話題になりました。粗品さんが先輩じゃないなどと辛辣な言葉を浴びせると、宮迫さんは、テレビに出てた時の俺を超えてから言え、お前アメトークみたいな番組作ったっけなどと、かつてテレビを席巻した自分の経歴を振りかざす反論ばかり。これを受けてナインティナインの岡村隆史さんは、5月30日に放送されたナインティナインのオールナイトニッポンの中で、宮迫さんの反撃に違和感を抱いたことを告白。アメトークを自分一人の手柄のように語って粗品さんに反論した宮迫さんに、作ったのは梶さんと同番組の演出を担当している梶林蔵さんの名前を挙げて苦言を呈しました。また宮迫さんの先輩である東野幸治さんも、5月31日の深夜に放送された東野幸治の本物ラジオで彼について言及。アメトークは雨上がり決死隊の冠番組であり、また宮迫さんの元相方である蛍原徹さんが過去に、雨上がりは宮迫のものやと発言していたことから、宮迫さんがアメトークを作ったというのはあながち間違いでもないと宮迫さんをフォロー。ただ一方で、そういったことは周囲から言われるのが普通であり、本人が主張するものではないとも話していました。宮迫さんのテレビ復帰が白紙になったことと、周りの宮迫さんに対する評価、あなたはどう思いましたか？今回のお蔵入り騒動の裏側にどういった事情があるのかははっきりと明らかにはなりませんが、いずれにしろ宮迫さんを起用するとトラブルに発展しかねないという印象が強くなったことは確かなようです。宮迫さんは現在、YouTube チャンネルで1000本近くの動画を上げ続け、粗品さんとのバトルなどの話題性もあり、復帰を望んでいる人も少なくないはずですが、果たして念願が叶う日は訪れるのでしょうか。